あなたも一緒にラーメン食べませんか。ペコペコリー。はい、こんにちは。今日はですね、川崎の新店のラーメン屋に来ました。なんか新店なのにめちゃくちゃなんかですね、ラーメンサイト系の評価が高くて、いきなり急上昇でなんか上がってきたお店なんですけど、気になったので今日はそこの、食レポをしたいと思います。今の F1 のモノマネだったんですけど、この F1 のモノマネで今笑ってる方と笑ってない方、ね、画面の向こう側にいると思うんですけど、これで笑わなかったらもう今日もう笑うとこないっす。ゼロっす。ということで早速行ってみたいと思います。見て、バイヤーレバークーゼン、バイヤーレバークーゼン、ドイツ語でヤバいって意味です、バイヤーレバークーゼン。そうです、早速ね、食べたいみたいと思います。はい、終了したということで今日は別の店舗に行きたいと思います。はい、ということでさっきの店がやってなかったというか、やってたんですけど売り切れちゃったんで、武蔵新城のっていう駅があるんですけど、そこまで、来ました。よし、で今日もまた、今日もというか、まあ、さっきの店について新店ですね、新店で煮干しラーメンの新店ができたということなんで、僕個人的に煮干しのラーメン好きなんで今日も新店に来ました。新店ほやほや、じゃあ早速行ってみましょう。ルイ、バッチ、見てくださいこれすごい、いろんなところからねお花ありますね。でも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 、じゃあ気を取り直して3回目来た。今日3杯目のラーメン食べに行きましょう。いや、まあ、2杯食べてないですけど食べてないです。3軒目行きたいと思います。せーの、はい、ということでね、さっきの2軒続けてラーメンとスープ切れということだったので、次はラーメン5っていう牛骨ラーメンと思います。ちなみにさっき煮干しの修行されてた知らない方もいたらあれなんですけど、ラーメン園っていうのはめちゃくちゃ有名な煮干しラーメン屋さんで、八王子にあるんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。そこで修行されてた方なんで、もうね、これ動画はまあいつ上がるか分かんないですけど、もう僕もまだね食べてないんですけど、まあ見た方はぜひ行ってみてください。多分園で5年やってた人は絶対うまいです。ちょっと待って、園行かないといけない。あ、行きましょう、八王子。はい、行きましょう。もうなんかまたスープ切れだった場合はもうラーメンじゃなくて、今日なんかゴーゴーカレーとかで、ココイチとかココイチさんとかカレーにしたいとか、なんだろう、パンケーキでどうですか。またやってなかったら、ラーメンやってなかったらパンケーキ。やってない。あ、これクローズドってなってたんで焦ったんですけど、やってました。2時間で終わり。あ、2時間で終わり。あ、終わり。終わり。あ、3件全部ダメだった。どうしよう、これマジ、じゃあラーメン、ちょっとお腹すいたんですよなんで、ちょっと移動しましょう。それからやっぱり、この全ての淡麗ラーメンのボスって言っても過言じゃないほどの品そば屋さんでもいいかもしれないですね。ああ、そうしましょう。うん、あ、それはいいよ。品そば屋さんも、あの佐野実さんっていうラーメンの人気を言われた方が、これまさか飯田商店予約取らずに行くのかこっち基本待ってということで、じゃあバックしますか。はい、ということで上取れました。ラーメンの僕らの最年中30後半40の世代だと、まあ、30代前半もしてるのかな。ガチンコっていうテレビがあったし、 TBS さんの、それのラーメン堂、ガチンコラーメン堂の中にラーメン塾かに講師として佐野さん、まあ、それで有名だったのかな。もともと藤沢の公園の前の方にあったけど、僕の記憶違いだったらすみません、1986年の創業だったんだけど、34年35年ですね。課長の走りっていう、そのぐらいのっていうぐらい、今の部課長無添加ラーメンの走り。
今はそこの佐野さん亡くなられてね、今大将の奥さんやってて、中で麺作ってるのは佐野さんの娘さんです。娘さんなんですか？お初耳っていう感じ。じゃあ、まあ、僕好きなの何回も言ってるんですけど、動画で撮るって話で撮れてなかった。これ舐めるように取ってくださいって指示があったんで、ちょっと舐めてみました。食べるとこ取ってなかったんで、ユーチューブ全員いいです。完全にプライベートで。なんで今カメラ止めたんで食べてくださいませんか。ユーチューブやり始めました。カメラ止めて食べてください。なるほど。マジプライベートで食ってるだけだよ。うまっ。あれがずめえな。10回以上来てるんですけど、マジでうまい。や、今日あの3軒空振りっていう調味料入ってますからね。今日集合したの何時ぐらいだった？10時10分ですね。集合して5時間何も飲まず食べ、朝ごはんも俺食べてないんだよ。まあ空腹に回されるのはそうですね。だって腹減りすぎて最悪あのサクサの麺が食べたスポンサー頼むじゃないから、うん、うますぎて一心不乱に食べました。無我夢中で食べて。YouTube やってるのに、二人とも無言で食べ続けるっていう。ごちそうさまと思わせといて、スープもう一口いきたくなる。あ、わかります。これ何の現象ですかね。あ、それ知ら、なんで現象し知らないですか。いや、まあ、名前はあるんだろうなと思いますけど、うん、俺、自分で一人であの当日のボケが出てこないから。一瞬あのおかわりおかわりちょい申し法理論って言おうと思ったんだけど、全然ちょっとね若い人に面白くないから。でもこうスープもこれでいいやと思って、水飲んでお皿待ちちゃって、もうふともう一杯食べてもらいますね。間違いないです。あとあのたまにある、たまにあるんですけど、なんか超自分の好みのラーメンに出会っちゃった時、気づいたらスープまでない時とかないですか。気づいたらあれ、あれどんな味だったのか、いつの間に飲み干したんだろうみたいな。おさらしマンゴー練乳にしておきました。ああ、